東海3県すべての県で昨日、日曜日としては感染者数が過去最多となりました。愛知県の病床使用率は5ヶ月半ぶりに 70% を超えるなど高い水準になっています。この第7波の感染急拡大で宿泊療養施設の入所者数が1000人を超えたことを受け、愛知県は宿泊療養施設を今日新たに開設しました。県内11カ所目となるこの宿泊療養施設は名古屋市内のホテルで新たに363室が確保され、合わせて2737室が利用できるようになります。家庭内感染を防ぐのが目的で、無症状や比較的軽い患者を受け入れます。少しでもですね、ご希望される方が宿泊施設でですね、安心してですね、利用いただけるようにですね、取り組んでいきたい、引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。はい。